ハローダー、始まりました。モイチェスチャンネルです。で、今回はですね、塾とか予備校でのですね、考えてるですね、家庭教師とか考えてる人も多いと思うので、そういったもので、どれぐらいですね、お金がもらえたのかっていうのをですね、ちょこっと経験談から話していこうかなと思います。まあ、今は結構変わってるかもしれませんけど、まあ、参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まず最初そうですね、大学で、僕自身はですね、塾のバイトを始めるわけです。もう最初から英語の講師になろうと決めてましたんで、そこで始めました。で、どういう風になってたかっていうと、まあ大体、集団授業が80分だったと思うんですね。で、それで2000いくらですね。で、なんか、よくわかんない手当がつくんですね。プラスでなんか集団授業の手当みたいなのがついて、まあそうですね、質問対応したりとか教材準備したりとかいろいろ準備があったりとか大変なんで、その分手当がちょこっとつきます。でもちろん交通費も出ます。でさらに個別授業ですね、個別は1000いくらだったかな、だったと思いますね。でそこでも手当がついたんですね。手当が100ぐらいだったのかな、なんで千何百円になるわけですね。でそこはなんかあんまり覚えてないんですけど、まあ大学個別1回やったら1500円ぐらいだったかな、もらえるのかもらえない、1300ぐらいかな、だったような気がします。で集団をやった場合は2400円ぐらいもらってたと思いますね、1回の授業で。そんな感じでした。でそれがまあ普通の塾っていう感じで、で他にもいろいろ個別塾行ってて、そこがやっぱ千何百円でしたね。だいたい1回授業をやって、まあ、60分だったりとか80分だったりとかいろいろありましたけど、やったと思います。まあ、いいとこだとね、2000円ぐらいくれたりするところもあります。僕教えてた中では、この、なんていうんですか、学年によって値段が違うとことかもありました。で、家庭教師ですね。家庭教師、これは結構バラバラですね、やっぱり。1時間で1000いくらのところもあれば2000円3000円もらえるところもあります。もちろんすごいプロになったら1万円超える人とかもいますからね、なんで、かなりばらけがありますね。それで相当儲けてる大学生いましたね、やっぱり。かなりですね、もうベテランみたいなのもいましたね、その周りには。でそのなんか今は多分違うと思いますけど、なんか給料もらいに行くんですよ。なんかもらいに行って反抗してみたいな時があって、でそこでやっぱなんかすごい稼いでるですね、人とかいましたからね。その隣に座った人と話してみたら、こんな感じで、ですね、青学かなんかの人だったと思うんですけど、すごいボケてるみたいな、人もいたりしました。でこれはただやっぱり家庭教師、そうですね、行かなきゃいけないので、その移動時間っていうのがやっぱり重要ですね。いかに近い場所であまり移動しないで、もらえるかっていうのが重要だと思います。結構時給は良かったんですけど、歩く時間がかなり長かったの です、ね、駅は近かったんですけど、教えてたところですね。で結局なんか真面目にやらない人でね、大変で、まあいろいろとあって、それですぐにあんまりなんかそんなに長く続けなかったですね。で、高等部に入るわけですけど、次ですね、別のところのやつで、でそれはもうちょっとだけ良かったかなって感じ。それでも2000円台だったと思いますね。2000何百円みたいなのを、もらう感じだと思います。90分で3000円いくかいかないかだったと思いますね。でそんな感じだったと思います。でプロ講師になったわけですけど、その後ですね、そうです、高校 の個別は同じでしたね、1000いくらだったんで、高等部の個別ですね。でプロ講師になるわけですけど、プロ講師になると4つ、そのナビオのプロ講師になって、で四ツ谷学院があって、で早稲田塾ですね、やってたんですけど、3つあって、大体みんな同じでしたね。90分で、そうですね、これから予備校とか考えている人いるかもしれないですけど、90分で大体4000っていうのが基準だと思ってください。スタート級がそれでした。みんな同じような感じでした。だからその2年目、3年目になった時に、伸び方が違ってたんで、バラバラだったんですけど、それでちょこちょこ変わってはいましたけど、スタートは大体みんなやっぱり4000ぐらいだっていうのが、多いですね。で、まあ、そのもっと上の予備校になるともうバラバラです。もう全然違う。感じですね。三大予備校とかだと、もうバラバラだと思いますね。あと入り方によってとか、スタート時給で入る、スタートコマ級で入る人もいれば、横からですね、引き抜き的に入る人でまた全然違うという形で、さまざまなバラバラな値段になると思います。はい、こんな感じだと思いますね。
かなりぶっちゃけて怒られるのかどうか分かりませんが、こんな感じだと思います。なので、大学入ってですね、塾予備校バイトしてみようとかって思ってる人ですね、大学に入って予備校で働いてみようかなと思ってる人ですね、ぜひこういったものを参考にしてもらえればなと思います。まあこれからですね、いろいろこのいわゆる教えてない時間にですね、授業してない時にですね、発生するですね、お金が発生しないじゃないか、どうするんだみたいな、まあ各都道府県とかいろんなところでですね、塾講師に対していろんな問題が起こってますけど、変えなきゃいけない法律をみたいになってますけど、そうです、その辺のですね、いわゆる教えてない時間にはお金が発生しませんから、その時にそれを加味した上で、きちんとですね、お金を考える、他のバイトした方がですね、良かったんじゃないかってならないようにですね、ぜひぜひですね、そういったことも意識しながらですね、職を選んでいただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.